強硬騎兵、強硬騎兵、強硬騎兵は、近世ヨーロッパにおける騎兵の区分の一つで、重騎兵の一種である。または、騎兵家の兵職の一つである。古代から中世にかけて、騎兵の主要な武器は常に槍であった。槍を装備した騎兵たちの突撃は、高い攻撃力を誇り、戦場の花形として活躍していた。しかし、15世紀以降にが、 火器の発達によって強力な火力を手に入れ、パイク兵との混合人形を組むようになると、それまでヨーロッパの軍隊の主力であった騎士と呼ばれる槍騎兵は、その重要性を急速に失うこととなった。これに代わって登場したのが火器と刀剣類で武装した新しい様式の騎兵である。16世紀にはドイツでまたはシュバァッツェライター、黒騎兵と呼ばれる。 単銃騎兵が普及した。17世紀には、ヨーロッパの戦場では、ポーランドやハンガリーを除き、騎兵槍はほとんど使われなくなっていた。ただし18世紀になると、ポーランドやロシア、ハンガリーなどで、槍騎兵が復活していく。これは、騎兵が槍を装備しなくなったため、騎兵の突撃に対処するために考えられた不評の、人形が必要なくなり、銃を持つ不評が、 一斉射撃できるように、王列体系が主流になったためと考えられる。1618年、30年戦争開始当時の西ヨーロッパの騎兵は、乗馬不評たる竜騎兵を除いて、強行騎兵とひな銃重兵の二つに分類できた。17世紀に入ると、板金鎧をつけた騎兵は姿を消し、17世紀の戦場で用いられたのは、ほとんどが、 ハンカッチュだった。ハンカッチュもやがては衰退して、17世紀半ば頃には、胸当てと兜を残すのみとなった。30年戦争においてのスウェーデン軍の主力は、鎧を鉄兜と背当て胸当てのみに軽量化し、重い騎兵用小銃の代わりに、拳銃と剣で武装した、軽装騎兵であった。これを、攻撃騎兵、用法としての銃騎兵のこととして、 戦争を勝ち抜くと、各国もこぞって、これに習った。敵に、至近距離まで接近し、拳銃の火力を、最大限まで引き出すスウェーデン軍の騎兵の前で、強行騎兵の重い甲冑も役には立たなかったのである。スウェーデン軍はさらに徹底して最低限の鎧と、拳銃すら廃止、非較性コートとサーベルのみを装備して、抜刀突撃のみを行った騎兵も存在した。 17世紀の騎兵が、甲冑のもとに着用した、バフコートと呼ばれる、比較性コートはそれだけでも刀剣類に対してある、程度の防御効果があり、スウェーデン軍にはこれのみを防御の頼りとして突撃した、騎兵いた。近代軍隊の父として知られる、太陽を累14世は、このスウェーデン式の騎兵を、さらに発展させ、従来の銃騎兵、ここでは工術の半甲冑を身につけた、 強行騎兵を指すを廃止し、近代的な騎兵隊を創設した。それ以降、ヨーロッパ各国でもフランス式の近代軍隊が組織されてゆき、強行騎兵の強行も以前のハン中から、より簡素な背当てと胸当てだけの鎧の名称に変化していった。ナポレオン戦争では、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍が、騎兵による集団突撃を重視したため、強行騎兵は、 他の重機兵と共に戦場の花形となったのである。フランス軍の強行騎兵はナポレオン時代最強の騎兵であり、アイラウやボロージノの戦いでその進化を見せつけた。これらの重機兵は一般には予備兵として後方で温存され、海戦の勝敗を決する、ここぞという時に投入された。彼らは自家刀型のサーベルを持って突撃した。 一体のピストルやカービン銃も身につけていたが、ほとんどの強硬機兵はすぐにカービン銃を持ったくなった。そして、銃弾による攻撃や敵機兵からのサーベルや槍による攻撃に対して、カブトや強行は非常に有効な働きをした。しかしこのような銃機兵の運用は、ナポレオン戦争の時代を境に少しずつ衰退していった。 ライフル銃や機関銃など改良されていく火器の前に、もはや騎兵の集団突撃という戦法は、自殺行為に通し、積極的に近接戦闘を行う機会も少なく、なった戦場では、強行は近代火器を防御できず思いだけの無意味な装備でしかなかったのである。それでも第一次世界大戦期までは命脈を保つ、ものの、その後は完全に戦場から姿を消した。 最も強硬こそ装備しないものの、騎兵は第二次世界大戦期まで名脈を保っている。戦場では姿を消した強硬騎兵であるが、その名は従来強硬騎兵が担っていた機動力及びその高速力を活かした敵中への突破を任務とする戦車部隊、機構部隊、フランスの第1イコール第11強硬騎兵連隊、第6イコール第12強硬騎兵連隊や、 空中機動部隊、ヘリ部隊の伝統名称として、現在でも部隊名などに用いられている。また、強行機兵自体も、ヨーロッパ各国のパレードやセレモニーの際に登場し、当時の華やかな様子を今に伝えている。また、同時代に活躍していた敵岩兵も、現在ではエリート部隊の名称として残っている。強行機兵を最も特徴づけるのは、 その名の通り胸につける鎧、強行である。一般的に銃の登場により、プレートアーマーは無用の長物と化したと言われているが、実際には銃に対抗するためにプレートアーマーはより、防御力を増やす方向に発展しているのである。そのためにやむを得ず、重量を減らすため、防御面積を減らし、装甲を厚くすることで対処したのである。 全身を覆うプレートアーマーが、失火までを覆う強行、さらに胸部の実を覆う強行へと変遷していったのは、むしろ鎧が、銃に対抗するために発展した形態とも解釈、できる。実際に、近世イギリス軍の論文、及び現存する、骨董品の強行は銃弾を防いだものが存在し、イギリス製鉄鋼の強行はピストルで打ち抜かれるが、ドイツ製鉄鋼のそれは破損、くぼみ程度で、 地名傷を免れるほど優れている以後、この教皇は一般化するという文献も見られる。なお、イギリスの鉄鉱石は、ンの万有率が多い特色があるため、ドイツ産のそれより強靭性などで見劣りする。ちなみに、日本語の辞儀としては、教皇は胸部の身を防御する鎧ということになるが、これは、クラスの和訳語としての教皇という言葉が、背当てと胸当てだけの鎧になった。 段階以後に作られたから出る。膝元まで覆っていた頃のクラスの和訳語としては、半甲冑という言葉もある。これは、全身くまなく覆っていた頃の甲冑と比べて、半分の面積しか防御していない甲冑といった意味合いである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。